よ、キリュウ。ああ、伊藤さん。なんだ、お前、昨日ね、返事しやがって。今日は吉野のみゆきの宴だってのによ。ああ。お春のこと、気にしてんのか。まあ、おめえさんが野球から帰ってきたときには、もういなくなっちまったからな。お前、あれからずっと探してたのか。ああ、今日の町の隅から隅まで。で、結局いなかったわけか。遥かの姿を見たってやつすらいなかった。どこ行ったんだ、遥かのやつ。まあ、きっとお春のことだ。初めてこの町に来た時みたいによ、元気に頑張ってんじゃねえのか。ほら、今夜はとりあえずお春のことを忘れてとことん飲もうぜ。おい、お前と吉野の門出だ。高越や馴染みの連中が釣り合いで待ってる。うん、そろそろ行こうぜ、切るよ。おい。ああ。飲んでくださいな。不思議なもんやね。まさかあの遊び人の旦那が吉野を見受けするなんて。500両なんてお金どうやって稼ぎはった？まあ、コツコツ貯めただけさ。旦那って実は真面目なんやな。せやけど、こうして吉野の舞を見られるのもこれで最後やね。それでお春が追ってくれたら一番よかったのにな。なあ、おかみ。ん？あれから遥の行方はわからないのか。まったくわからんわ。まあ、あの子は一度身受けを断ったとはいえ、店がお金を預かった以上自由の身や。うちらも無理に探すことはできへんのや。どうして、どうして遥はこの町を出て行ったんだ。なんや、旦那聞いてなかった？ああ。旦那案外鈍感なんやね。え？お春は旦那が吉野を身請けするって知って身を引いたんや。じゃあ、はるかは俺と吉野の邪魔になると思ってこの町を出て行ったと。よかったよかった。さすがだよ。
そうや。おはるも一人の女やったちゅうことや。よしの、ほら飲め飲め。よかったよかった。遠跡を抜け出て一人、夕涼みか。小次郎、久しぶりだな武蔵。お前何をしにここへ。お前に会うためだ。一度こうして差しで話がしたいと思っていた。何を言ってるんだ。まあそう喧嘩腰になるな。今日は俺も丸腰だ。お前と今戦う気はない。話というのは。親父には会ってきたのか。ああ5年前の真実、お前の正体全て聞いた。そうか。それでお前はどうするんだ。何がだ。俺ともう一度戦いたいと思ってるのか。いずれ時が来れば。だが今は戦う理由がない。ではもし遥という少女の運命がかかっていたとしたら、お前はどうする。何、はるかだと。そうだ。今彼女は我々のもとにいる。天界の指示によってな。何をする気だ。はるかを殺す気なのか。違うんだ。もう彼女は殺されない。その逆だ。どういうことだ。天界は彼女の血筋を利用し新たな計画を考えている。はるかの血筋。天界は結城秀康の血を継ぐあの少女を利用し秀忠様を失脚させる腹積もり。まさか謀反を起こすと。5年前の関ヶ原、天界は俺や丸目、そしてお前を利用し自分に都合の悪い結城秀康を始末した。計画はまんまと成功。秀忠様は将軍となり、参謀役の天海はまだ若かった秀忠様をたぶらかし幕府を意のままに動かした。だが徐々に秀忠様は兄上の死に疑問を抱くようになっていった。そうか。それで天海は秀忠を切って新たな将軍を据えようとしているのか。だがそのためには大義名分が必要だ。そこで天海は徳川幕府の正統後継者の血筋を求めた。それがあの少女というわけだ。それで遥はお前たちにさらわれたというわけだな。ああ。お前の身が危険だと言ったらすぐに町から飛び出してきた。自分がさらわれるとも知らずにな。手荒な真似はしていない。安心しろ。はるか今どこにいるんだ。長門の国、陸から一里離れた孤島、そこにいる。その島の名は巌流島。我らはそう呼んでいる。巌流島。もしお前があの娘を助け出したいと思うならその島へ来るがよい。では。
待て。どうして、どうして俺にそんなことを教えに来たんだ。どうした、黙ってないで答えろ。俺が柳生宗則として生きていくためだ。そのために宮本武蔵、お前を倒す必要があるのだ。俺は柳生家を再び藩として再興させたい。俺が手に入れようとしているのは剣ではなく政治の力だ。知っている。お前はそのために天界の影、佐々木小次郎として生きている。そうだ。だが藩を再興させるためには、俺は柳生宗則として鬼にならなければならない。鬼？ああ、本当の俺はまだ鬼になりきれてないのだ。あの遥かという娘に剣を向けた時、俺はそれを悟った。かつて丸目があの娘を取り逃した時も、心のどっかでは安心している自分がいた。俺は鬼になりきれてないのだ。どうして、どうしてお前はそこまでして。それが私が自分で決めた生き方だからだ。私は剣聖柳生石秀斎の子として生まれ、剣の道を生きることを宿命づけられてきた。柳生宗則は剣士として育った。そして私は天界と出会い、自ら剣を振るい天界を支えてきた。そして私は見た、天界が己の野望のために鬼と化す様子を。そしていつしか私の心にも野心が生まれ、それが己の野望となった。それが柳生家を藩として復興させることだと。その通り。そのためには天界のように鬼のごとき心を持つ必要がある。自分の野望のためにはたとえどんなことでもやり遂げる鬼の心をな。しかし私も剣士の宿命を持つ身、野望のためとはいえ剣を捨て去ることはできなかった。そのために私はもう一人の自分を作り出した。それが佐々木小次郎。皮肉なものだ。本来は剣士のはずの柳生宗則は政治に野望を抱き、剣士としての生き様は己と違う名に預けてしまったのだからな。だがその名があったからこそ、私は天界の下で剣士として戦うことができた。そうやって自分を保ってきた。だがその生き方は終わらせなくてはならない。つまりお前は宮本武蔵を倒して剣士としての自分を完全に捨てようとしているんだな。そうだ。私は剣士佐々木小次郎としてお前を倒し、剣士としての心を捨てる。そのためにはお前という最強の相手が必要なのだ。なあ小次郎、お前本当は剣士として生きたいんじゃないのか。お前は本心ではもっと剣の道を極めたいと思っているんじゃないのか。お前自身そのことに気づいているからこそ。黙れ。お前に俺の何がわかるというのだ。とにかく私はお前と戦う。お前の戦う理由がたとえあの娘であったとしてもな。
宮本武蔵、巌流島でお前を待つ。さらば。おい、ああ。Thank you.
お客さん、本当にいいんですかい？何がだ？だってあの島、お上から絶対に近づくなってお触れがあるんですぜ。高い金もらったんで引き受けやしたが、わしはもうなんだか不気味で。いいんだ、進めてくれ。来たか、宮本武蔵。待っていたぞ。あの遥かという娘なら、あの中に。心配するな。あの娘は我らの切り札。身の危険はない。俺を倒すことができたら、あの娘を救い出すがよい。何をしている？早く剣を抜け。俺はな、小次郎、遥のためだけにここに来たわけじゃない。俺たちは今、剣士としてこの島に立っている。それがどうした？お前は俺と戦い、佐々木小次郎という剣士としての襟をつけたいと言ったな。そうだ。俺も自分の人生に襟をつけるつもりで来た。俺はお前を倒し、宮本武蔵という剣士の人生を終える。何？そして桐生という一人の男として遥かを助け出す。あの娘にどうしてそこまで？遥か、俺に新しい道を教えてくれたんだ。今ここにいるのはあいつのおかげだ。さあ、決着をつけよう。関ヶ原、そして俺たちの戦いに行くぞ、宮本武蔵。さあ、決着をつけるか。
血を切れ。俺は佐々木小次郎を倒した。宮本武蔵として。それで十分だ。なあ、一つ聞いてもいいか。なんだ。どこで俺の立ち筋を覚えた。丸目さんだ。あの人から体で教えられた。なるほどな。だから俺の剣を見切れたのか。俺の負けだ。宮本武蔵。
お前の剣を体で受けて分かった。俺はまだ剣士としてやり残したことがあると。小次郎、俺は新影流こそ最強と信じて疑わなかった。だがお前の二刀はそれを超えた。ならば俺は改めて新影流を最強の剣術にする義務がある。俺は柳生宗則として新影流を後世に伝える。二つの剣が天を舞い、一つの大きな力を生み出す。二天一流か。